はい、みなさんこんにちは。レナでーす。タカです。ティブログでーす。今日はタイトルにもある通り、レナ社長の日本語レベルをテストしていきたいと思います。日本語なら自信があります。最近上手になりましたよね。なりましたね。はい、ありがとうございます。特に今日は名古屋弁です。名古屋弁をテストしていきたいと思います。レナ社長も日本に住み始めて8年9年だけど、名古屋に住んでは3年ぐらいですか。はい、3年ぐらいです。3年ぐらい住んでるので、もうこのエリアの方言とか言い回しとかね、だいぶ慣れてきたと思います。だと思ってるの。僕もたまに名古屋弁出るらしいですよ。あのコメントでタカさん名古屋弁出てますねとかって言われるから。私はそれ気づいてないかもしれない。だから無意識のうちにもう名古屋弁をレナも喋ってる可能性があります。そういうこと。本当かな。今日はちょっと有名どころの名古屋弁をちょっと僕がピックアップして、はいはい、ちょっと僕ですら言わないかもしれないけど、有名な名古屋弁ね、レナがどれだけ意味がわかるか理解できるか。はいはいはい、オッケーオッケー。ちなみにタカの両親も結構方言で喋ってるよね。僕の両親は名古屋弁っていうよりは下弁かな。それ気づいてないのが面白いよ。両親にとってはあれが標準だからね。いや本当になんか初めてで会った時にも何を言ってるかわからなさすぎて、いるに対しておるというとか。ああ、何々がいるが何々がおるになるからね。そうそうそう。そうだね、何々がいるからとかが何々がおるもんで、そうそうそれで何々しやーよーとかね。確かに言うね。もう全然日本語じゃないこれ。ちょっとの差で多分日本人からしたら別に何々がおるもんで何々しときゃーよーって言われても多分分かると思うんだけど、日本語を勉強してる外国人からするとそのちょっとの違いでもう全然分かんなくなっちゃうね。そうで、私どっちかというと、うん、あの大阪とかで勉強してたので、うん、なんでやねんとか、なんでやねんとか、なんか大阪弁がまあまあって感じ。大阪弁代表なら何？なんでやねん、しばき倒すぞこらとか。で多分皆さんもこれ参加型で、僕が出す名古屋弁のクイズにどういう意味かって一緒に考えると面白いと思う、はい、いいね、いいね、いいね。今日10問程度ぐらい用意したので、何問正解できたか最後コメント欄で書いてください。これなんか簡単なレベルからレベルアップした感じ。そう、OK。 ここ見たら答え載ってますので、レナ社長の目がピコピコってここ動いたらカンニングするということですから、ここにパソコンありますんで。まずこれは誰でもわかるだろうっていう話。はい、第1問、エビフリア。まあね。わかりますか。これはでもなんか名古屋弁というより、うん、なんかこれ全国が名古屋をイメージしたら、そうそうそう、名古屋弁が言ってる言葉ということですよね。正解はエビフライ。そう、エビフライ、エビフリアね。はい、これはまあ誰でもわかるよね。はい、ちなみに普通にそう言うの、うん、言わないでしょ。言わない。40代50代ぐらいの人はもう言わないと思う。エビフリアは言わないと思う、エビフライっていう。ですよね。次、はい、ちょっと似てるけど、はい、ドエリア。ドエリア、ドエリア、ドエリア。ドエリアじゃない、ドドリアみたいに言われる。文章とか。あ、じゃあ例文いく。はい。うわー、今日ドエリア疲れたわ。ドエリア、皆さんわかりますか。めっちゃ、とても知らん。正解。確かに例文言うとわかりやすいけどね。どこから来るの。エビフリアから来るじゃん。わかんない、なんとかリャーとかなんとかミャーとか名古屋弁多いかもね。でもドエリアは俺は使わないけど、俺の周りの50代60代ぐらいの人だったら使う人はいる、ドエリア。皆さんどうですか、これわかります。ドエリアがとてもとか非常にって意味なんだけど、でもなんかの言葉から来てるわけでもないよね。なんかの語源はあるかもね。そこまではわかんない俺も。次はね、簡単かもしれない。ご無礼します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 。文章教えて。わかんない、ご無礼します。聞いたことない、3年間住んでて聞いてもない。でレナさ、まあ年齢いってる方と話すこともよくあるじゃん。 Yes。 ご無礼しますを使うよ。でもそういう人、もうこれ例文言ったら分かっちゃうんだけど、ああ、お先にご無礼します。いや聞いたことない。マジで。うん、仕事場でも言うのかな。ご無礼するね、ご無礼します。あれわかんないみたいな。わかんない。あれ名古屋弁意外と全国に知れ渡ってない。なあ、俺だけ。 Yes。 ちょっとなんか寂しいね。寂しい。じゃあこの動画で皆さん学んでください、名古屋弁を。次いく。はい、遅がい。遅がい、遅がい、遅がい、うん、遅がい、遅がい、遅い。それは違う。わからん。全然わからんじゃん、3年間住んでる。あ、今の全然わからんじゃんとかも名古屋弁かも。あ、そう、そういうレベルの言葉だったらわかる。うん、地震は遅がいね
今何わかんない。わかんない。怖いって意味。遅がい。遅がい。でもタカが言わないの。言わない。でも俺のお父さんは言うと思うし、おじいちゃんも言うと思う。皆さん使いますか、全国の方。使うわけねえか。遅がい使うわけねえか。だから名古屋に住んでる方もコメントで教えて。僕が今日今出してる問題を言うか、うん、自分が。あの今4つぐらいは私わかんないでしょ、うんうん、じゃあ私からわかる名古屋弁を教えてあげた方がいいんじゃない。かもある。デラとか。あーデラ。とてもって意味ね。Yes。 デラ綺麗だがねとかね。そう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 。あ、言われるんじゃない？レナさんデラ綺麗だがねって。そうだよね。デラ。言われたこと。デラ、ドラも一緒で意味。ドラ、ドラはちょっと汚いけどね、言い方ね。タカがよく言う。うん。チンチンとかチンチコチン。ああ、チンチンね。チンチン。皆さんわかりますか？チンチン。あのこれ卑猥な言葉じゃないですよ。あの熱々って意味、うん、このお茶チンチンだね、この料理チンチンのうちに食べときなさいよって。そうそう、チンチンチンチコチン、うん、次偉い。偉い。偉い。とても。違う。違う。偉い。とてもって意味で使う人もいるね。だ お父さんがなんかよく使うと思う。偉い、綺麗だから。そうだね、とてもって意味もある。もう一個ある。偉い。偉い。偉い。うわ偉い。今の感じ。うわ、えら、今日仕事長くてえら、めっちゃ大変。そう、疲れるって意味。疲れてえらい。今日は体がえらいわとか、はい、あ、言うね。体がえらいは俺でも言うかもしれない。かもね。うん、疲れるって意味。はい。次、怖い。怖いは怖いだよ。だからこれ勉強になるよね。名古屋来た時にあ、そういう意味で言ってんだあの人たちって。全国の人からしたら、あ、遊びに来た時とかね。怖い。本当か。これよく使う。怖いの。怖いの。食べ物とかでも使う。は？この大根すっごい怖いね。大根は何？何？濃いとか。惜しいけど違う。怖いは硬いって意味。は？例えば煮物とかでこの大根すっごい怖いわねって。うちの家族のおじいちゃんお父さんは使う。怖い。はうん。わからん。あれ、この人本当に名古屋住んでます。大丈夫です。ね、次、観光する。観光する。うん、私は観光の専門家なので観光がわかりますよ。そう、トラベリングの観光じゃない。観光する。観光する。観光する。例文言った方がいいかもね。 Yes。 ちゃんと観光しようよ。うまくいかないときはちゃんと観光しようよ。観光する。あれ、わからない。わかりません。もう少し観光しんやかいなん。いや、そう、私も もうちょっと観光したいよ。あ、合ってるよ。は？合ってるよ。じっくり考えるって意味。は？観光する。観光する。そう、もう少しじっくり考えんといかんでしょって。もっと観光しやよ。観光しちゃいかんやろ。もう頭の中ぐちゃぐちゃです。次、はい、在所。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 これ多分ね、名古屋以外の人ももしかしたら使うかもしれない。在所。在所。場所の名前、在所。今週末は在所に行くよ。年末年始は在所に行くよ。お盆は在所に行くよ。実家。そう、実家。在所。在所、知らなかった。の。でもなんか聞いたことあるなと思ったけど。だってうちのお母さんとか、お父さん言う、お母さんとか特に言う。ああ。おじいちゃんおばあちゃんとかも言う、使うし。在所に帰る。在所になんかこれ持ってって、在所でご飯食べるよ。在所。これ名古屋以外の方使わないですか？地元で。在所聞いたことある。そうだよね。じっくり考えたことなかった、うん、観光してなかった。そう、すごいすごい。応用聞きますね。そう、観光してなかったね。観光してへんかったよ。私は名古屋弁。何々してへんかったは大阪じゃない。何々してへんって観光しとらんかったがね。しとらんかった。しとらんかった。あ、しとらんかったとかも名古屋弁かな。観光してなかった。何々してなかったか。そっか、何々しとらんかった。自分でも気づいてないわ。そうだよ。だからコメントで来るんだ。難しい。タカさん名古屋弁だねって。次いきます。見ないでくださいよ。たけ。たけ。たけ。高い。おお。金がかかります。でもそれは全国的にでしょ。たけ。名古屋で言うたけ。ターキーサンドイッチ。チキン。チキン。違う。たけ。皆さんわかりますか。たけ。じゃあたけ。バンブー。バンブー。違う。たけとかたわけ。なんか全然日本語に聞こえないよ。マジで。なんか急に中国人になった。たわけたこと言っとっちゃかんでって。たけ。わかんない。あれ、今のところ一問も分かってない。エビフリアしか分かってないじゃない。やばいじゃん。あ、な、何よりジャンもそうだね。やばいですね。あ、標準語で言うとそう。わかんない。たわけ。
たわけはアホとかバカ、あたわけたこと言っとっちゃかんぞっていうのはアホなこと言っとっちゃいかんよって、だからタカがよく言われるってこと。あ、そうそう、俺がよく言われるたわけだから、だからアホとかバカとかがたわけ、あ、名古屋に来てなんか怒ってる人がいたら使う、たわけとかたわけたこと言っとんなよっていうのはよく聞く。まあまあ強く言うときに使う。クソバカタレ野郎ぐらいの勢いで言うときに、たけっていう。ちょっと怖いよね。じゃあ覚えなくていい。そうだね。じゃあ女性は言わない。言わないと思う。次。見るな言うて。見るな言うて。はい。超らかす。超らかす。超らかす。どうですか皆さん。わかりますか、超らかす。これ俺が得意なやつ。超らかす。本当？うん。超らかす。おしゃべりって。でもそれはそうだね。俺得意だね。違う、怠けるとか俺が得意なこと寝る違う、何が得意の、超らかす、友達を超らかす、親を超らかす、レナを超らかす、知らない。正解はごまかすとか騙すとかって意味。私を騙すのが上手なのレナを超らかす、今から喧嘩になるよ超らかすね、わからないみたいだね、名古屋弁わからない、全然わからないみたいだね、名古屋弁やめた方がいいよ。次、蹴った。蹴ったがわかる。皆さんどうですか、コメントで蹴った。ヒントは、蹴ったマシンとか言う。蹴ったマシン。蹴ったマシン。蹴ったマシン。はい。蹴った。もう、わかる人がわかってる、わからない人はわかってないから、何回言っても、うざいよね、鷹の教え方。例えば、蹴ったで学校に通うとかね。はい、そうそう。どうぞ、正解。自転車。そうです。イエス。蹴ったマシーンとか言うからね、この辺の人。はい。絶対わかんないよね、あの他の地方の人は。でもなんでレナ知ってるの、蹴ったが自転車。なんでだろう。なんか、テレビで見たことある気がする。あー、なるほどね。よかったね。何、一問正解。イエーイ。エビフリアと蹴ったはわかるんだね。あの、もう一個わかるけど、わかるような、わからないような。鍵を閉めるのが、なんか違う言葉あるよね。うん、鍵を閉める？うん、ふん、鍵をかけた？あ、鍵をかけるっていう。ね、かけるって言うよね。うん、え、名古屋弁なの？そうだよ。鍵かけといてねって言われて。まあでも。なんとなくわかるか。なんとなくだから、鍵があるから何をするのっていう感じ。まあでも普通に考えたら、鍵をかけるってどっかのフックにこう鍵をかける。名古屋の人は鍵をかけるっていうのは鍵をカチャって閉めること、うん。意外と俺は名古屋弁を使ってるね。知らず知らずのうちに使ってて。それだよ、標準語だと思ってるわ。そう、だから俺もそのうちお父さんみたいになってました。ゴリッゴリの下弁とか名古屋弁を喋ってしまう、ね、で標準語だと思い込んでる。うん、やばいな。それ大丈夫、自覚しないとな、これ。最後ラスト1問、はい、ダダクサ、これは使う、普通に使う、ダダクサ、ダダクサに使う、あ、ダダクサに使う、そう、は、例文、草、草が入っちゃう。ダダクサ、お金をさ、ダダクサに使うとかさ、そうなの、分かった、今のでね、お金をダダクサに使うと怒られるよって、ダダクサに、そうそうそう、無駄に使う、無駄に、何も考えずに無駄にこう使うとか、ダダクサに使う。じゃあタカにこれから言うよ、タカ、おい、お金をダダクサに使うな、タケタケ、そう、お金をダダクサに使うやつはタケですよ。学びになりましたか今日。その私でも分かるような、普通の日常的によく使われる、うん、それはね、あれだよ、単語じゃなくて、そう、その語尾とか、その途中の中間的な、そう、何、手におはみたいなところ、そうそうそう、そう、はいっぱいあるかもね。そう、そんな方が分かりやすいんじゃない？分かりやすい単語より。そうだね。じゃあタカの失敗、何々だがね、何々じゃん、よく言われるのはさ、じゃんだらりん、何々だら、何々じゃん、何々だりん、じゃんだらりんを語尾につけると、まあこのエリアの人だねってのが分かるすぐで、俺よくじゃんって使うじゃん、これ綺麗じゃん、これ美味しいじゃん、うん、暑いじゃん、言わないか言うか言うよ。だからじゃんはよく使うで、だらとりんは多分名古屋じゃなくて尾張とか三河とかその辺かな、ちょっと分かんない、この辺のエリアで、この辺のエリアの中でもだから分かる、その語尾で、あ、この人終わりだな、三河だな。でもこういう金髪の、うん、かっこいいよね、外人編が、例えばレナがさ、ダダクサにお金使うのこのタケとかって言ってたらさ、めちゃめちゃかっこよくない？そう、仕事増えるよ多分。完璧に名古屋弁をマスターした外国人女性、ノーノー、テレビからのオファー殺到すると思うよ。オファーされるの？でも難しいね。
俺が使わないからね、こう、今紹介したような、あの、はい、コテコテの名古屋弁は、はい、もうこれから、たか名古屋弁講座にして、もう名古屋弁しかゴリゴリ使っていく、喋らないで多分、会話成り立たないよ。皆さんどうでしたか、今日、10問、15問ぐらい出したけど、うん、何問分かりました。私は2ねえ、だからエビフリアと、ケッタと以上以上、あと鍵かけるっていう、あ、はい、3つ、はい、もっと他にも、ドエリア、ゴブレイします、えらい、怖い、全部は怖いとかは覚えた方がいいかもしれない、硬いって意味、うん、じゃないとだっておかしいじゃん、居酒屋とか行ってさ、この煮物怖いねとかって俺が言ったらさえ、この人大丈夫ってじゃん、え、怖いのってなるじゃん、そうだよでも硬いって意味だから、いいよ、怖いなら私食べてあげるって、そうそうそう、怖いっていうのは硬いっていうのは、これによく使う人もいるから、ぜひこれを見てくれた、せっかく見てくれたから、うん、最後までね、ぜひ覚えて帰っていただけるといいかもしれないね。勉強になりました。なので半分ぐらい分かったよっていう人と、まあ一問も分かんなかったよっていう人と、ほぼ全部分かったよっていう人、コメントで教えてください。多分こう変わるよ、名古屋に近くに住んでる人、ね、ほぼ全部、あ、これ聞きたいわ、どこのエリアに住んでる人もだったら分かったか、例えば三重出身の人は、あー、よく分かった、10問分かったよ、三重出身ですとか、うん、そうそう、1問しか分かんなかった北海道出身ですとか、そういうコメントが来ると楽しいね、嬉しい、はい、分かりやすいしね、教えてください、ぜひコメントで教えてください。というわけで結果が何レナが名古屋人じゃない、レナは名古屋弁全く分からないと、はい、はい、残念、まだ3年だからね、これが10年、いや、10年になると関係ないよ、多分本当にここに住んでる名古屋の人はそこまで名古屋弁喋らないという、うん、若者は特にね、そうそう、でタカも喋ってくれないし、まあ年を召していくと名古屋弁ゴリゴリ使う人も全然いるから、うん、お年寄りの方とかと交流する場を増やせば、あとはコメントでね、名古屋出身の人は名古屋弁でコメント書いてもらえるとその都度レナが僕が教えれるから、やめてください、このコメントどういう意味ってやめてください、 Google 翻訳にも入れられないし毎回タカに聞くしかないし、もう標準語でレナをコメントを、レナを名古屋人化させるプロジェクト、皆さんで皆さんで協力をしてもらってでも名古屋弁喋れた方がいいよ、あのよりこの地域の人に愛されるよね、で、わかる？ Yes。 この外国人すごい名古屋の方言がわかるねって、おじいちゃんおばあちゃんとかはもっとレナを可愛がってくれる、はい、はい、でも難しいです、はいこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう、バイバーイ、バイバーイ。